こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はイリュージョンと黒をランダムに組み合わせたお揃いのミトンと靴下の方が仕上がりましたというご報告です。全部で黒、KFS の B1J、B1J っていう、黒の単色、ちょっと光沢があるような気がするんですが、普通の黒と同じっていう書いてあったような気もしますが、ちょっと光ってるのが分かりますかね。それが 15g とイリュージョンを、100g のうちこの分残ってるので多分 90g かなぐらいを使って、ミトン、ここが18センチで、ここが8センチの、で、親指が 5.8 センチの手袋、ミトンと、靴下は 22.5 センチで、で、かかとから20センチ、2目ゴム編みをしたものができました。こちらの方はもう10グラムしかなくて、で、最初からここはかかとは、黒に片っぽだけしようと思ってて、これが3グラムぐらいかかります。で、だからこっちの方は、つま先を黒にしようと思ってこんな風にしましたが、途中でこうやめてしまったんですが、そうですね、ここをまっすぐにしたければ、黒をまっすぐにしたければ5センチぐらい編んでると、編んでる時って分かんないんですよね。こうしてるからもうまっすぐだなとは思っちゃうんですが、5センチぐらい編むとここにちょうどこうまっすぐな線になります。ちょっと手前で終わったので、ここ V の字になってるし、ここら辺もまだ V ですもんね。このまっすぐにしたかったら5センチくらい編むといいかなと思います。そしてできるだけ黒を混ぜ混ぜしていきたかったので、ここは一段交互で、わかりますかね、ちょっとあんまり寄ると上手じゃないのがバレてしまうんですが、一段交互でこう入れてみて、で、ここの紺のこうまとまりの間に黒が入っていくという感じにしました。で、ここは2段入れて、白入れて2段入れました。どうしてもここがこうずれるんですが、なんか段差を目立たなくする方法がなんかいろいろあって、2段目編む時に滑り目するとか、なんか裏に下の段から引き上げてきて編むとかっていう方法がいろいろあるそうです。何かいい方法をご存知でしたら、おすすめの方法を教えていただけると嬉しいなと思います。で、じゃあこっちの方が綺麗なんで段差がない方で説明しますね。で、かかとをこっちは黒にしたので、逆にここを黒で挟みたかったので、1段編んでイリュージョンで、2段編んでイリュージョンで、3段編んでかかとにして、で、ここ3段にしたので、ここちょっと多くなっちゃったんですが、で、イリュージョンで2段にして、で、ここから2目ゴム編みだったので、2目ゴム編みのところはイリュージョンだけで編みました。内側と外側から入ってきたので、ここがこう柄合わせしてある感じです。そしてここも課題なんですが、2目ゴム編みすると、このコード1の針と2の針の間が私きつくなって、いつもここがこう締まりすぎてしまうんですね。緩くなる方の方が多いのかな。でも私はちょっと締めてしまうので、ちょっとそこが2目ゴム編みの上手じゃないところなんですが、なのでこっから先はイリュージョンで、ここの下には黒が多めに入っている感じです。で、左右もこうずらして、こっちは 7段入れたり、1段入れたりしていきました。こんな感じで、で、このこう見た目がすごいかっこいい感じなので、また同じので作ってほしいってオーダーいただいたので、またこの黒とイリュージョンの組み合わせがいつか出てくると思います。いつかお楽しみにしてください。ただこの黒がすごく編み目が見えなくて難しいので、もう手探りでいくしかないかなと、これで終わりにしようかなと思ってたんですが、もうあまりかっこよくて私もこれ好きなんですが、ちょっと男性っぽくもあり、なんかこのトゥルーラブもそうなんですけど、このイリュージョンも微妙な色の違い、水色と青とかグレーなのかなみたいな、でこの水色もまた違うし、私はこのポツポツが好きなんですけどね、イリュージョンもアドベンチャーも、そういう部分があるのですごく楽しかったです。
で、何よりも初めてこの靴下とミトンの組み合わせ、同じお揃いで作ったんですが、それが楽しかったですね。これ組み合わせていつか着られるんだろうなと思うと、ちょっと羨ましくもあります。自分で作っておいて。ということで、こんな感じで仕上がりました。皆さんも100g 以上あれば、そうですね、この靴下のここの長さとか、ここを短くすれば 100g で多分お揃いができると思うんですよ。ミトンと、ミトンはだいたい私の中で 40g、70g だったんですけど、ここをこう短くすると多分いけると思うので、お揃いで編んでみるっていうのも楽しいかなと思います。今日はランダムミトンとランダム靴下の完成を楽しむ日です。こんな感じで一回こう洗ってみると目も整ってくれるので、これも遅れる日を楽しみにしたいと思います。ということで、お揃い手袋と靴下のお揃いのおすすめでした。ランダムも楽しんで、いろんな方法でこう加えることができるので、それも楽しんでみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また明日お会いしましょう。Thank you.